ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はですね、こちら一番くじ、すみっこ暮らし、ここが落ち着くんです。冬のほかほかフードの景品のレビューを行わせていただきたいと思います。なぜね、日本でしか売ってない一番くじのですね、こういった景品がフランスの僕の家にありかと申しますとね、皆さんね、僕の動画やライブ配信ご覧いただいている方であればご存知かとは思うんですけどね、最近僕がね、この子たち、すみっこ暮らしのね、あのキャラクターにハマりましてね、ネットを覗いていたところ、たまたまですね、お安くこちらのね、あのすみっこ暮らしたちのね、景品、一番くじの景品が出ていたので、調子に乗ってね、大人買いして日本からですね、フランスまで届けていただきました。 A 賞、B 賞、C 賞、D 賞、ラストワンのですね、ぬいぐるみは、5種類全部コンプリートして、その他のですね、4種類あるうちの E 賞は2種類、4種類あるうちの F 賞は3種類、あと G 賞のですね、ハンドタオル4種類あるんですけど3種類ですね。あと最後にこちら、おまけでね、もらえるしおり、一応それぞれね、見ていきたいと思います。まずですね、こちら G 賞のね、ハンドタオルの方を見ていきたいと思います。先ほどね、4種類と言ったんですけど、実は5種類あるみたいですね、 G 賞ね。それぞれ開けてみたいと思います。まずこちら、すみっこたちのね、キャラクター5種類がね、印刷されたブルーのハンドタオルですね。かわいいですね、すごく。暖かそうでね、普段使いにいいんじゃないでしょうかね。次にこちら、すみっこたちのね、ピンク一色のね、ユニのハンドタオルで、次にこちらね、ブルーのハンドタオルですね。こちらはスズメとかね、あとホコリとか雑草くんがね、載ってますね。あとおでんとかね、食べ物がモチーフなんです。この3種類のハンドタオルが入ってます。次にこちら、 F 賞のミニマグカップ開けていきたいと思います。全部でね、4種類あの柄があるそうなんですけどね、一応僕の家には3種類しかないのでね、この3種類の絵柄ね、開けていきたいと思います。まずブルーの箱から開けていきたいと思います。このような感じ、じゃじゃーん。こちらはエビフライのしっぽちゃんと、とんかつくんと、白熊のね、マグカップですね。ほんとちっちゃめなのでね、コーヒーエスプレッソなんかにいいんじゃないでしょうかね。次にこちらですね、黄緑開けていきたいと思います。黄緑の絵柄はじゃじゃん、こんな感じですね。かわいいですね。ちょっと水玉っぽい感じで、風呂敷ですとかね、あとペンギン、タピオカ、雑草、エビフライのしっぽちゃんに、こちら何かな、雪かな、ほこりかな、そんな感じのね、ちょっと水玉がモチーフのマグカップですね。で最後にこちらですね、ピンクのマグカップですね。じゃじゃーん、こちらはすみっこたちのね、猫とペンギンと、あとトカゲですね。こちらとね、杖になるような感じでしょうかね。かわいいですね、これね。すみっこファンにはやっぱりマストじゃないでしょうかね、このね、2種類はね。で他に4種類出てるのでね、あと1種類ね、あったらコンプリートなんですけどね。こんな感じでね、本当にね、4種類揃ったらかわいいなとは思うんですけどね。マグカップ、このような感じです。次にこちら、E 賞のですね、あったかフードボール開けてみたいと思います。こちらもね、4種類あるうちの2種類手に入れることができました。まずね、1個目がじゃじゃーん、こんな感じで、あ、本当にね、ちっちゃなミニボールですね。かわいいですね。エビフライのしっぽちゃんに、とんかつくんに、あと白クマ、あとタピオカとかね、風呂敷も印刷されてますね。かわいいですね。こんな感じで後ろにもね、すみっこの絵が描いてありますね。で次こちらのね、ブルーの方開けてみたいと思います。ブルーの方は、あ、こっちもね、かわいいですね。こちらはペンギンくんに、
猫にトカゲくんでね、あの絵柄これとこれセットになるみたいで可愛いですね。こんな感じでね、こちらでねセットになりますね。これもね惜しいことにね4種類ね全てねコンプリートできたらいいんですけどね、4種類こんな感じですね。他にはエビフライのしっぽちゃんに、あと隅っこのねこんな感じのミニボールのね全て大きな絵柄が書いてあるね。これもね4種類コンプリートできたらよかったんですけどね。こちらのしおりはですね、一度にですね3回くじを購入すると1枚もらえるしおりになってまして、2枚1組でね1種類の絵ができる仕様のしおりになってますね。それではですね、次にぬいぐるみの景品それぞれ見ていきたいと思います。はい、まずではこちら A 賞のね白くまくんのぬいぐるみから開けていきたいと思います。今回ね初めて一番くじのねぬいぐるみ購入させていただいたんですけどね、結構思ったよりもですね作りがしっかりしているといいますかね、なんかこう綿もねパンパンに詰まってますしね、素材感もすごくいいですね。タグもねしっかりついてますしね、このようにね。でも白いのでね汚れちゃわないかちょっと心配なのでね。はい、それでは次にこちら B 賞のペンギンくんのぬいぐるみ開けていきたいと思います。僕がね一番初めて隅っこのねキャラクターを買ったのはペンギンくんなのでね、今でもちょっとペンギンくんにはねすごく親近感がありますね。毛糸をねモチーフにしたねちょっと赤いお洋服着てますね。ペンギンくんね、このお口が可愛いですよね。はい、次はこちら C 賞の猫くんのぬいぐるみですね。はい、このような感じですね。猫くんねしっかりね猫のねあのまだらの模様もね再現されてて可愛いですね。猫好きの僕にはねやっぱり猫も大好きだったりします。可愛いですよね。はい、次にこちら D 賞のペンギンくんのぬいぐるみ開けていきたいと思います。すみっこブラシね、あの好きになった頃はねどのキャラクターが一番人気なのかなといういまいちよく分からなかったんですけど、だんだんねこのペンギンくんが結構人気が高い、このね5匹の中でもねかなりペンギンくんの人気がね高いんだなというのがちょっと最近分かってきた感じでしょうかね。本当にねペンギンくん色も綺麗ですしね、ちょっとあの今まで初めはねこの4匹だったんですけどね、この4匹にこうペンギンくんがね加わることでねお色の幅ができてね、かなりこうカラフルに、初めのねこの4匹だった頃はね比較的ちょっと落ち着いた感じ、地味な感じのねお色だったんですけど、この子がね加わることによってねすごく明るい華やかな感じにねなったんではないかなと思うのでね、なんで人気があるのかなと思うんですけど、やっぱりね物語、この子のねあのお母さんとはぐれちゃった物語とかね、そういった感じがこの子のキャラクターを引き立ててるのかなとはちょっと思うんですけどね。はい、次にこちらですね、見えますでしょうか、とんかつくんですね、あとエビフライのしっぽちゃんですねのぬいぐるみ、こちらに書いてあるのがラストワン賞ということでね、一番くじの最後のくじを引いた方がですね当たった景品と一緒にもらえる、スペシャルな、ね、商品となっておりますね。本当にねあの最後のくじを引いたら一粒で二度おいしいというね、本当にね素敵ななんかいいアイデアだなと思いますけどね。早速開けてみたいと思います。ラストワン賞のとんかつくんとエビフライですね。なんでねとんかつとエビフライなのかね、本当にねすみっこ暮らしのね物語を読むとわかるんですけどね。あとまたねこのすみっこたちが出た頃ですね、やはりこの初めね4種類ねトカゲ以外の4種類のキャラクターでねデビューしたんですけどね、初めはあまりねこのとんかつくんね人気がなかったということでね、本当にねあのちょっと不遇なねキャラクターなんですけどね、このねエビフライのしっぽちゃんね、ちょっとなんていうんですかね、パートナーというかお友達なんですけどね、このねエビフライのしっぽちゃんが出た頃からねとんかつくんね再度人気が出たんじゃないかななんてちょっと思ってるんですけどね、すごく可愛いですね。でこちら、ラストワン賞のね、最後のくじを引いたお客様に商品と合わせてプレゼントということでね、本当にね、一番くじのねラストを引くとね、お得な感じのね本当にうまい商法だなと思いますね。くじを残させない、うまいなと思いますね。
今回ね、このようにして大好きなね、すみっこ暮らしたちのね、主要なキャラクターのぬいぐるみね、このようにお迎えすることができて本当にね、嬉しく思ってますね。一般のね、商品のぬいぐるみではないのでね、あの一番くじの景品なのでね、ちょっとどうかなとは思ったんですけど、思った以上にですね、質感と素材感もいいですしね、作りも丁寧でね、これ人気があるのがよくわかりましたね。これからね、冬本番になりますのでね、この暖かいね、すみっこたちのぬいぐるみたちと一緒にね、これからの寒い冬乗り切っていこうと思います。この子たちのね、一番くじはね、10月の末に発売したので、もうもしかしたらね、お店には残ってないかもしれないんですけどね、来年の2月にまた新しいすみっこ暮らしのね、一番くじ出るということなのでね、もしお店で見かけたらね、くじトライしてみてくださいね。きっとね、素敵な景品当たりますのでね。それでは今回のすみっこ暮らし一番くじの動画、いかがだったでしょうか。また次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボワー。